これは何？この世のすべてよ。え？人が生まれてから死ぬまでに知る喜び、怒り、悲しみ、楽しみ、それらを余すことなく集め凝縮したもの。二冊も？今のあなたにはこの子たちが必要だから。さ、早く。初夏が扉を閉ざしてしまうその前に。うん。また来るね。そうですか。ロード・ベズリー・リスワードも亡くなられたのですね。ええ、半年ほど前に。では、おじい様と同じ頃に。そうとは知らず、あのような手紙を差し上げてしまい、大変失礼いたしました。気にしないでください。仕事の方は僕が代わりに引き受けますから。あなたが？手紙に同封されていた小切手に目がくらんだだけなのです。報酬を前金でいただいている以上、知らん顔をするわけにはいきませんから。ご迷惑でしたでしょうか。確認もせずに小切手をお送りして。大丈夫です。こんなことを言っていますが、この子もニルバーン大佐の蔵書が見たいと言ってついてきたんです。まあ、そうでしたの。では早速おじい様の書斎にご案内しましょう、ロード・ディスワード。ああ、私のことはヒューイで結構です、ミス・リルバーン。そうは参りませんわ、ロード・ディスワード。これはすごい。父も母も早くに他界したので、おじい様の死後、屋敷と一緒に私が引き継いだのです。けど、どの本にどれだけの価値があるのか見当もつかず、手のつけようがなくて。なるほど。それでじいさんに鑑定を。この音。ああ、カリオンです。この屋敷の時計塔は1時間ごとに音楽を奏でるんです。おじい様はオルゴールの制作に関する特許で財を成した人ですから、その技術を応用しているのだそうです。どう思う？ウェズのコレクションに比べるとまだまだなのです。そうじゃなくて、ミス・リルバーンだよ。幼児体験なのです。どうしてこんな偏僻な場所に一人で。お前はあの幼児体験が気になるのですか。少しね。ああいう髪型が好きなのですか。え、ちょっとよろしいですかな、ロード・ディスワード。
マーティン・ギースと申します。どうぞお見知りおきを。こちらこそ。ん？ミスター・ギース、失礼ですが。ああ、エステラのいとこです。現在は後見人でもありますが、週に一度、こうやってあの子の様子を見に来ているのです。何せ山奥ですから、ここは。彼女がここで暮らしているのは、あなたが？ええ、使用人を手配したのも私ですが。なぜそこまでして、彼女をここに押し込めておくのです。どうやら、あなたは誤解なさっているようだ。あの子がここにいるのは私の意思ではない。では、彼女自身が望んでいると？それも違いますな。これは呪いなのです。呪い？あの子も年頃です。自然と縁談の話も来ますし、婚約に至ったことも何度かありました。しかし婚約者たちは一人の例外もなく殺害されているのです。殺された？それだけではありません。あの子の両親はご存知で？若くして亡くなられたと。まさか。ええ、殺されたのです。他にも使用人が何人か。一体誰が？わかりません。ただ犠牲者に共通しているのは、彼らが全員エステラをこの屋敷から連れ出そうとしていたこと。それで呪われたのだと。そうです。リルバーン大佐の呪われた本にね。え？そう、原因は本なのです。大佐が手に入れたその本が今もこの屋敷のどこかに隠されたままになっているのです。言うなればあの子は原書に囚われているのです。大佐の本は面白いかい？イエス。ウェズとは趣味が異なっていて興味深いのです。このような異国の立法を扱った本はうちにはないのです。そう、それはよかった。ん？それは何なのです？スクラップブックだよ。大佐は事件に関する記事を残していたんだ。何か分かったのですか？ここに記録されている最初の殺人は今から50年も前に起きているんだ。当然ミス・リルバーンは生まれていない。それからの数年で変死、もしくは行方不明になった人間は100人を超している。そしてある日犯行はピタリと止んだ。だが数十年の時を経て再び事件は起きた。エステラ・リルバーンの周辺で。それが現象のせいだと？少なくともミスター・ギースはそう思っている。くだらないのです。現象といえども記されているのはただの知識。持っているだけで人を不幸にする呪われた本などというものは存在しないのです。かもしれない。だけど呪いの存在を信じる人間はいる。それはただのアホです。どうしたのです？ミス・リルバーンとミスター・ギースだよ。あの二人はそういうただれた関係だったのですか？ミスター・ギースは結婚しているそうだよ。だからこそただれていると言っているのです。なるほど。あのヒゲはお前に呪われた本とやらを探し出させ、あの女を屋敷から連れ出し、自分の屋敷の近くにでも囲うつもりに違いないのです。ふん、君の想像力には脱帽するよ。なんとでも言うがいいのです。残念でしたね、ヒューイ。それはどういう意味だい？さて、僕はそろそろ眠りたいんだが。だが、何なのです？君の寝室は隣だろ？私のことなら気にしなくていいのです。ダリア、もしかして君、一人になるのが怖いのかい？何を愚かしいことを。この世に呪いなどというものは存在しないのです。何なのです、その笑いを噛み殺した不愉快極まりない顔は。伏せて。
大丈夫ですか、ミス・リルバーン。ロード・ディスワード、マーティンは殺されました、先ほどの怪物に。殺された？ああ、そうでしたか。残念です。まあ、またお洋服をこんなに汚してしまった。ごめんなさい、おばあさま。これからは気をつけます。だから、叱らないで、おばあさま。ごめんなさい、ごめんなさい。いい子にしますから、どうか許して。お前はやはりバカなのですか？なぜだい？あの怪物が呪われた現象を持っていると考えるのが自然だろう。呪いなど存在しないと何度言わせるのです。じゃあ、あの怪物は何なんだ？大使の書。え？お前はゴーレムを知っていますか？古い伝承に出てくる粘土の人形だろ。確か異教の立法学者が神聖な儀式を経て生み出す無機物の兵士だとか。異国の立法について書かれた本。じゃあまさか。イエス、あれはきっと原種によって生み出されたゴーレムなのです。ですが主人は誰なのです？主人？ゴーレムとは胎児という意味なのです。自分では何の判断もできず、聖なる72文字シェムハメフォラシュによって編まれた厳格なる命令によってのみ操ることができる土人形に過ぎないのです。じゃあ誰かがミスター・ギースを殺すように命じたというのか？それ以外に考えられないのです。どこに行くんだ？知れたこと、現象を見つけるのです。僕も行こう。これは何だい、ダリアン？ぐずぐずしている暇はないのです。やっぱりそれらしい本はないな。この屋敷、どこかに隠し部屋でもあるんじゃないのか？人に現象を探させておいて、君は何をしているんだ？この家の歴史をまとめた鹿本を読んでいるのです。何かわかった？リルバーン大佐の妻は移民してきた異国の末裔らしいのです。そして彼女の祖先が祖国を追われた原因は領内で起きた連続殺人事件だとか。連続殺人？ヒューイ？お仕事ご苦労様。お忙しいと思いランチをお持ちしました。わざわざすみません、ミス・リルバーン。ずるい。え？自分のことはヒューイと呼ばせておいて、私はミス・リルバーン？お、私のことも、エステラとお呼びください。いや、それは。それはお前が作ったのですか？ええ、ミスター・ギースが連れてきた使用人たちは、皆姿を消してしまいましたから。姿を消した？ええ、雇い主がいなくなったので給金がもらえないと早合点して出て行ったのでしょう。ありがとう。ヒューイ、あなたはどこにも行かないでくださいね。え？一緒にいてくださるのでしょう？まあ、依頼された仕事が終わるまではここに留まるつもりですが。ミス・リルバーン。エステラとは呼んでくださらないのですね。すみません、気分を害したのなら謝ります。ですが、あなたも私を置いていなくなってしまうのね。え？どうして？本当にどうしてなのでしょう。私はただみんなと一緒にいたかっただけなのに。ミスター・ギースも奥様に気づかれたからもうこの屋敷には来られないなんて。だから殺したのですか？だって動かなくなってしまえばずっと一緒にいられますし。あ、どういうことだダリア。やはりこいつは現象を守って勝手に動いてるんじゃ。まだ気づかないのですか？呪われた本など存在しないのです。存在するのは呪われた一族の娘だけなのです。呪われた一族の娘？
お前の腹にナイフを生やしてくれたのは誰なのです？リルバーンの一族には代々強烈な殺人衝動を持った女が出現するのです。その女も、おそらくその祖母も、そして祖国を追われたという祖先もか。あなたはどうして動けるの、ヒューイ？ああ。大佐は自分の妻や孫娘が天性の殺人者であると知っていたのです。だからゴーレムを生み出し犯罪の痕跡を消すように命じていたのでしょう。なるほど。それでは彼が消すべき犯罪の痕跡には僕も含まれるのかな。当然なのです。ヒューイ、お前に門を開く権利を与えるのです。我は問う、汝は人なりや。いな、我は帝、古中の帝。封印せし迷宮の書、英知への扉は開かれる。大いなる川の水は冥界とこの世を隔て、死すべき人間と不死なる神々とを分かつ。その重き水により誓いを試されよ。死の賢者ケイロンが記した冥界の女神スティカスの書、一千の槍もこの結界を貫くことはかなわないのです。女神は微笑み、ここに留まることを許し、何者にも害されぬ永遠の精神を祝福した。オレンポスの神々の命は永遠なり、それを世は授かったのだ。ヒューイ、もう一冊を読み上げるのです。右手に矛、左手に稲妻、雲に乗る方、最強の戦士。ダゴンの息子バールゼブルバールの声響き、バールの雷鳴る時、風震え山おののき、大地揺れる。敵は山にすがり、森に逃げ走り、東から西慌てふためき逃れ去る。死神モートの叫びは炎、その息は死。一夜で60ベールの森が燃え尽き、ひるむことを知らぬ戦士、聖なる腕を高く上げ、死神めがけ振り下ろす、叩きつける。ごう音とどろき、白い光が目をつぶす、マールの稲妻、天地を切り裂く。これはカナンの雷神を称えし、ウガリットの粘土版文書、最も古い世代の原書の一つなのです。神の雷か。さすがに辛いな、原書2冊は。不死身か、あいつは。元よりゴーレムに死の概念などないのです。その機能を止めるにはシェムハメフォラ氏の72の静音を探し出すしかないのです。72の静音か、聖なる音。ダリアン、文字で記されていない原書というのは存在するのか？イエス。天字やモールス信号、インカのキープ、文字以外で伝達される言語など珍しくないのです。了解。黒い雲、昇る雲、怒りの雲、渦巻く雲、雲が集まり乾いた空を覆い隠す。それは恐怖の力、滅ぼす者を選ばぬ力。目を閉じる間にあらゆるものを消し去る。高いところ、光に包まれた不死の戦士、敵は恐れその名を呼ぶ、バールゼブル。
72弁のオルゴールを利用したカリオン、あれが大佐の現象の正体だったんだ。お前にしては上出来なのです。まずい、こっちに倒れてくるぞ。この大間抜け、文句なら後で聞くから、まずは逃げないと。あなたも早く。私はここにいます、ミス・リルバーン。それがおじい様との約束なの。それにみんな一緒ですもの、寂しくなんかありませんわ、ヒューイ。謎の連続殺人、リルバーン一族をめぐる呪われた伝説か。ま、瓦礫の下からあれだけ大量の死体が発見されたら騒ぎにもなるか。あの女はどうなったのです？残念だけど。そうですか。ダリアン、僕にはまだ信じられないよ、呪われた一族なんて。あの家では代々女児に対して特定の教育を施していたのかもしれないのです。え？幼少期に歪んだ教育や行き過ぎたしつけを受けることで精神に変調をきたす可能性もあるのです。じゃあ、憶測に過ぎないのです。今となっては真相を知る術はありません。人間を呪うのは同じ人間だけか。ところでダリアン、その髪はどうしたんだ？特に深い意味はないのです。そうならいいんだけど。クリームブリュレ、レモンパイ、イチゴのガナッシュ、シュークリーム、ムース、スフレ、レアチーズケーキ、キャラメルマキアート、トリュフ、フィナンシェ、エクレア、揚げパン、月下美人。